はい、皆さんこんにちは、肌の再生医療の北条元春です。今日のお題はですね、コメントとか質問とかでよくいただいている、シワの予防には何をすればいいのかとか、どういうことをしたらシワができてしまうのかというようなことを結構多いんですね。これ以前動画でもお話したんですけれども、たるみ予防のためにしてはいけないことっていう動画をアップしてるんですけども、そちらともやっぱり関連があるので、ぜひ見てください。まずですね、どうしてシワができるのかっていうことで、これなかなか皆さん一般の人には経験がないと思うんですけれども、手相ってこれシワの一種なんですね。こう折れ曲がると手相ができる。で、この原理がシワができる原理だと思ってください。ですので表情じわっていうのはあります。で、今回の話はですね、表情じわが手相と同じみたいな話で薄っぺらく終わらせるのではなくてですね、医者とか、医療従事者ですね、ナースもそうなんですけども、医療従事者になるとですね、半身不随とか、例えば脳梗塞とか、おじいちゃんおばあちゃんで手足が動かなくなっちゃった人っていうのは見る機会があると思うんですね。で、医者もそうですし、ナースもそうなんですけども、その人たちも手が動かなくなるとですね、こうつるんのっぺりとしてくるんですね。手相も本当に何て言うんですかね、こうツルツルっとしてくるので、これはまさしくこう表情じわ、手相同じように筋肉を動かすことによって、常時慢性的にその刺激を加えることによって、皮膚がよれて、そこが恒常的に線がつくというのがシワになります。で、これがシワの原因なんですけど、顕微鏡で見るとですね、エラスチンとかコラーゲンの、コラーゲンというのは、トロポコラーゲンというものが、細胞で作られて外に分泌されて、コラーゲン繊維というものに、細胞外で再構築されます。3本の螺旋みたいな感じで編み込まれるんですけども、そういうものがですね、機械的刺激によって常にこう折れたりしてると、そこの部分が断裂して、恒常的にそこの部分にシワが寄ってしまうということになります。で、今シワができる一つの原因としては手相ということをお話しましたけども、常にこうシワが寄っていると、折れ曲がっているとそこの部分に深いシワができてしまうということは理解してください。これは半身不随とかですね、脳梗塞になってしまって手足が動かなくなると、その手相が消えてくみたいな現象からも明らかなんですね。で、もう一つはですね、よく皆さんが気にする、それから肌の再生量で直してくださいっていうのが、ほうれい線の部分とか目の下のくぼみみたいな、そういうシワ、シワっていうのか目の下のくぼみみたいなものもあるんですけども、これは、何かこう恒常的にあるところが折れ曲がってこうできるシワとは違ってですね、やっぱり重力によってたるんできてしまったもので、そこにこうしわ寄せが来てしまっているみたいなシワというのもあります。で、こちらの方はですね、同じようにシワができるんですけども、分けて考えてみた方がいいかなと思ってます。で、まずその表情筋によってできるシワっていうのは、やっぱり一番お話しするのが、間違った表情筋トレーニングというものをやって、常に恒常的に例えばほうれい線とか目尻とかにシワを寄せてしまうということは、間違った表情筋トレーニングということですね。そういうことはやらない方がいいと思います。一つの基準として、ギュッと深くシワを寄せるような動作を伴う表情筋トレーニングというのは、できる限り避けた方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、もちろん、じゃあ表情を作らずに、のっぺらぼうのような無表情な顔していなさいっていうわけではないですね。シワがあっても綺麗なシワもあるし、他人に好感を持てるようなシワもありますので、私はそのシワが寄った顔っていうのはあまり嫌いではないんですけれども、やっぱり眉間にシワを寄せるとかですね、これ前頭筋とか数尾筋とか言われるものが収縮して起こるシワですね。眉間の縦じわ、それから額の横じわっていうのは前頭筋が収縮する。これっていうのはやっぱり人にこう怒ったような状況とかですね、怒ったような状況で動く筋肉ですので、人にやっぱり不快な印象を与えてしまうというのも事実ですので、そういうようなシワは作らないように、できるだけ心安らかに怒らないように、前頭筋を動かさない、数尾筋を動かさないみたいなのを心がけるのもいいかなと思います。
まあ、あの当たり前のことなんですけど、じゃあ実際にどういうことをするかっていうような日常生活の注意しなきゃいけないというようなことにちょっと話を移していこうと思います。まずですね、シワが、まあ、手相もそうなんですけれども、シワが寄って、その寄り跡がついてしまうような状況っていうのは、真皮の部分に水分が足りない、あのコラーゲン繊維が折れてしまった時に回復できないみたいな、そういうような状況になっているとシワができなくてやすいです。で、水分、まあ真皮の水分、皮膚の水分というものは必要になってきます。で、皮膚の保水力っていうのは当然その真皮の厚みとかですね、若い時とかっていうのは持ってるんですけど、だんだん年を取ってくると真皮部分が薄くなってくる、耐候性変化を起こしてくる、細胞が失われてくる、薄くなってくる、そうすると保水力が低下してくる。その時にやっぱり水分が少なくなってくると、やっぱり折れ曲がってシワが出やすいということがあります。で、もう簡単な方法なんですけれども、水分というものは外から塗るよりも飲んで、補給した方が効果的です。で、皮膚っていうのはですね、非常にその強い受動器で、例えばタバコを吸ったりとか緊張したりするときに血の毛がスーッて引いていくと思うんですが、皮膚っていうのはその虚血に非常に強い組織です。まあ栄養をやらなくてもいい、まあ血液をやらなくても生きていける組織なので、水分が足りなくなる、水分あまり取らなくて、水分を取らないとですね、まず水分不足は皮膚から起こります。これはですね、あの確実に起こりますので、水分不足、まあ、1日に、まあ、1リットルから1リットル半ぐらいの水分を摂取するようにしてください。まあ、これが第一点ですね。あの水分取らなくても全然支障はないです。あの生きていくということに関しては問題ないです。ただし、皮膚の部分に水分が行き渡らないので、まあ、体全体に水分が行き渡らないと皮膚の方から水分を吸収して体の循環に使うということが起こってしまうので、水分はあのできるだけ多く取るようにしてください。あともう一つですね、日常生活でタバコを吸ってる人はもう速攻今すぐやめてください。あのこれはですね、あの別にシワを作る、まあ、タバコを吸ってる人ってシワが多くなります。これはもう明らかに、皮膚への血行が阻害されて虚血になって、皮膚の水分が少なくなってシワができやすい。まあ、その他にフリーラジカルとかですね、一酸化炭素とかですね、そういうようなもので細胞毒性もある。ニコチンもそうですね、細胞毒性があって皮膚にいいことが何もない。まあ、皮膚のだけのためではなくて、がんとか脳卒中とか心筋梗塞のリスクファクターになってますので、タバコというものは百害あって一利なしなので、私が改めて力説するまでもなく、皮膚のシワ予防のためにというわけでもなく、タバコはダメです。あともう一つはですね、睡眠をよくとってくださいっていうこともよく言います。これも理由があってですね、あのだんだん若いうちは心臓のポンプ機能とかリンパのポンプ機能が非常によく働いているので、全身を水分が駆け巡っているんですけれども、だんだん年を取ってくるとですね、足がむくみやすくなる、それから顔が干からびてくるということはよく起こります。どういうことかというと、重力に逆らってこうやって立っているとですね、顔の水分が下に落ちていくんですね。で、その水分はどこに行くかというと、足の方に行って足がむくみます。ですので、足がむくみやすいっていう人は、そのむくんだ水ってどこから来てるのっていうと、全部顔から下に起こったものです。で、寝ると重力に逆らわずに横になるとですね、足に起こった水分っていうのが今度逆に顔の方に戻ってきます。これは皆さん経験的によくわかると思いますし、年を取ってくるとわかる、まあ私も年を取ってくるとよくわかるんですけども、朝起きた時っていうのは顔に水分がいっぱいあるっていうのは皆さん実感すると思います。目が落ちくぼみやすい人っていうのも朝は大丈夫っていうのも、それはやっぱり顔に水分が満ち足りてるから、まぶたのくぼみもないし、顔が張りが出ている顔なんですけれども、どん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 時間が経って重力にこうしてこう2本足で立っているとですね、全部顔の水分が下の方に落ちていきます。まあ、最初にお話したように、水分が、まあ、真皮の水分が足りなくなるとシワが寄りやすくなる、そういうような水分不足になる。で、睡眠をよく取らないっていうのも、やっぱりその水分が帰っていく時間を与えない、常にカラカラの状態、顔、特に顔ですね、顔をカラカラの状態にしてしまうので、睡眠というものは十分に、まあ、現代人忙しいですので8時間取ってください、9時間取ってくださいというのはなかなか難しいと思うんですけれども、やっぱり最低でもやっぱり7時間ぐらいは
取った方がいいと思いますけどね。あの私若い頃自分はショートスリーパーだとか言って自慢してですね、3時間とか4時間で、まあ、やってたんですけれども、若い時はそれはいいんですよね、まあ、あの心臓のポンプ機能も皮膚の保水、皮膚も厚いし、まあ、私男ですからそんなにシワがどうのこうのって気にしないんですけれども、気にしなかったんですけど、やっぱり年を取ってくると皮膚の保水機能も落ちてくる、それから 心臓のポンプ機能も落ちてくる、重力に逆らって水分がどんどん落ちちゃう、そういうようなのこで俺はショートスリーパーだっていうのは、まあ、今思えば、まあ、若い子だからできたのかなっていうのもあります、まあ、睡眠は十分たっぷりとるようにしてみてください。で、まあ、今言ったことを総合的にまとめるとですね、あの皮膚の水分の保水能力の低下というのはシワを作りますから、まあ、これが大体半分ぐらいを占めてます。ですので水分を、十分に摂取してくださいということですね。でタバコはですね、もう皮膚を虚血にさせるばかりでなく、いろんな健康に悪いことばかりですので、これタバコもやめてください。それから、睡眠をよくとって、干からびてしまった、日常的にあの日常生活を送って重力によって下に落ちてしまった水分を、まあ、夜の間また顔に戻すようにしてみてくださいという、睡眠をよくとるということですね。それから、間違った表情筋トレーニングでそもそも水分がなくなったところにこう折りじわがついてこうシワになってしまうので、間違った表情筋トレーニング、具体的に言うとですね、ほうれい線とか目尻とかをギュッとつむるとか、そこにギュッとこうシワを寄せるような表情筋トレーニングというのはできたら控えてください。まあ、保湿、それから、適切な化粧水とか適切な化粧品を使った保水というのも非常に重要になってきます。それから、表面をコーティングするような、まあなんていうんですかね、クリームの類も使うことが必要になってきます。まあ、以上あの当たり前のようなことなんですけれども、まとめてお話ししてみました。皆さんいかがでしたでしょうか。よろしかったらチャンネル登録の方をよろしくお願いします。